おはようございいまますですすで月25日朝日朝よろししくお願いします、はいえー、と昨日の動きを一言で言うと、ジャクソンホール前に金利が上昇して、えー、ドルが上がって、えーまあ、株価が下落したと、まあ、そういう動きになりましたね。うんまあ、ちょっとジャクソンホール前の前日は金利が低下して株が上がって、今度は金利が上昇して株下がるということで、結構どったんばったんやってますよね。 そういうことなんですが、あのー、まずはトルコ中銀、1週間ものレポレートを17.5から25%に7.5%引き上げました、これ予想外、えー、高波姿勢を示すということで、まあ、0.25の予想だったんですが、これを上回る大きな予想で、えーっとまあ、高波的なスタンスを維持したということで、今後も、 おインフレを抑えるために、え適かつ、必要なだけ引き締めを行うっていうことを言ってますね。JP モルガンなんかは、これ、あと30、う年末に政策金利を35%まで引き上げるんじゃないかっていう予想をしています。まあ、あと10%ぐらいですよね。0.25ずつ引き上げていくんじゃないかということで、まあ、あの、ここら辺、すごく、昨日は、 あのー、マーケットはこの決定を非常に好感、えー、して、えー、27 1ドル27.20リ, 27. リラぐらいだったんですが一時25.27リラぐらいまで下落ということで、まあ、ドル売りリラ買いになりましたよね、まあ、かなりこれ2か月ぶりの水準までということでリラがちょっと。あのー 暴落したのは1ドル20リラを超えてあの5月ぐらいからそこからなんですよねですからここら辺ぐらいまでこう下げることができるかどうかということでリラ円の方も、うんえー、昨日は、えー、下落ということでえー、っとあごめんなさい、えー、リラ円の方も上昇ということで、えー、非常に、あのー、まあ 要請1本立ったったて感じです、ね、こここちらも2ヶ月ぶりの5.1時5.74円ぐらいまで行きましたよね。うん、で久々にこう上がってきたということでまあこれ本当に35%まで上げるんならあまあインフレ率にはまだ届かないですけど。 かなり評価されるという、そのスタンスは評価される、あとはまあエルドアン大統領がこれを容認するかどうかっていう、それ次第になってきますね。まあ、ちょっとなかなかこのリラの動き、今までは全くちょっとあの手をつけるのは難しいような通貨だったんですが、少しこの金融政策で面白い、もしかしたら面白くなってくるかなという感じはします。 あとは、えー、新規失業保険申請件数24万から23万件に低下、予想24万件って、なんかこの数字ちょっと何なんでしょうね。あの、こんなぴったりいくもんなんですかね。うん、少しちょっと、なんか、あの、うまく統計が取れてないのかどうかっていうところもあるんですが、まあ、ただ、あのー、申請件数が減ったと。あと、7月の耐久財受注が出ましたね。これ、えー、っと、4.4から5.2に。 えっと耐久財受注の方なんですが、えーはいえー、こんな感じでしたよね。えー、っと前月比で4.4からマイナス5.2ということで、えー、マイナスですね、これマイナス4だったんで、えー、大幅に低下しましたよというところです。これただ、えー、輸送用機器の減少が まあ、あの、耐久材術って飛行機とか、輸送用機器、でかいやつが、あ、えー、のー、 すごく影響を与えちゃうんですよね。これ、今回も民間航空機同部品が49.6%の落ち込みっていうことなんで、あのー、まあ、これの影響をすごく受けちゃうということで、ここら辺の輸送機器を除いた分は0.2から0.5%に上昇、予想0.2ということで、悪くない数字だったわけですね。まあ、コア受注というのがありまして、これ、まあ、資本財から国防関連を抜い,抜いたもの。 で民間設備投資の先行指標になりますよというこのコア受注の方は、マイナス0.4%から0.1%に上昇、予想0.1%だ だったということでまあまあ悪くない数字じゃないのというところで、まあ、これを受けてアメリカの長期金利上昇しましたねんこんな感じですね、ここですね2年債の利回りも4.98%ぐらいからそこでポーンと、まあ、一時落ちるんですけど徐々に上昇して5%台にのっけて10年債利回りもうそうですねここの発表で一時落ちるんですけど結局は4.24%、あのー、に上昇ということで。 まあ、昨日の下げ分を、うん、全部は取り返してないんですけど下げた分からは3分の1ぐらいこう上昇、えっと、2年債の方は、まあ、7割ぐらいは下げ分をこう取り戻したということ,ことで、まあ、これによって金利の上昇ドルの上昇株価下落という形になりましたね。前日は 昨日話したように、まずは欧州の PMI が悪化、まあ、アメリカの PMI も悪化したということで、景気減速をということでこう、金利が低下していったっていうところだったんですが、まああのー、昨のはその分をもう戻しちゃったということで、まあ、割りと,、えー、とどったんばったんやったかなという感じがしますね。 あとは、えぇ、ー、連銀の、お関係者の発言としては、あーハーカ・ーフィラデルフィア連銀総裁、金利水準は適切と、今の、年代維持して様子を見るというところで、えー、まあ年内以降、 維持すするだろううとということですねあとコ,コリンズボストンレンギン総裁の方は金利はピークに近いとインフレは合理的時間軸で沈静化ということで、まあ、いずれもデータ次第なんだけどパウエルさんの言ってることとみな皆さんやっぱり似てますよねデータ次第なんですけど今の水準でもう,もうそ,ろそろそろいいだろうとこの FF 金利5.25%ですよね。 で,でも、利下げはそう簡単にはしないよということで少なくとも年内は様子を見て、えーまあ、データ次第で、えー、利下げもあるかも来年以降は利下げもあるかもしれないよという大体ここら辺で金、まあ、利の相場感って,落ち着いてあの固まったかなということで多分、今日おそらくパウエルさんもそんな感じのことを言うんではないかなというふうに見ているんですけどうん、まあ、ちょっとやっぱり金利が 一昨日落ちた分、ちょっと金利が上がっちゃいましたねっていうところでしたよね。うん、まあ、そんな感じで、長期金利が上昇しましたというところでしたね。で、あのー、株価の方なんですが、まあ、3指数揃って、4指数揃って下落ということで、ダウは373ドル、ナスダックが1.87%、SP500 が1.35%、ラッセル。 2000が1.38%の下落ということでなんか前日非常に NVIDIA の決算も良くてということだったんですが全くなんか n v i d i a の決算の恩恵をあまり受けずに落ちてしまったという悲しいちょっと結果になってしまいましたね。うん でえー、即死数なんかも3.35%下落ということで、ビックスも17.2%に上昇ということで、まあ、総じて昨日は悪かったですよね、こんな感じで、まあ、NBA であだけかろうじて0.1%上昇だったんですが、他はもうほとんどテック系全滅みたいな感じでしたよね、うんまあ、そんな感じです。 まあ、久々のフィアグリードインデックスなんですが、まあ、フィアまで、えー、低下しているという感じですね、うんまあ。今日、ジャクソンホールありますんでね、まあ、そういう意味ではちょっとその前にリグイが出たかなという感じはします。 でえー、日経新聞、まあ、ジャクソンホール会議開幕へ、市場を動かすう西米を中銀集結ということで、まあ、上田さんも、あのー、ラガルトさんも話しするみたいなんですけど、えっと、まあ、夜遅いんでね、あのパウエルさんが23時5分、日本時間でということなんで、えー、他の方は遅いんで、えーまあ、影響はない,ないっていうか、あのちょっと。 あのー、遅い時間になっちゃうかなという感じですよねうん、はい。こういうとこなんですね、ジャクソン・レイク・クロッチってうん、まあ、涼しそうですよね、なんかあの山の方でロッキー山脈のふもとでしたっけ。うーん まあ、昨年会議ではあのパウル議長金利の上昇と成長鈍化労働市場の悪化は家計や企業に何らかの痛みをもたらすこれはインフレを抑制するためのコストだ物価安定の回復に失敗すればはるかに大きな痛みとなる物価安定を回復するには引き締め的な政策をしばらく維持する必要がありそうだ歴史は時期尚早な金融緩和を強く戒めているということで、まあうん、去年はやっぱりあのかなり多摩派的な 発言だったのかなということで、まあこれは、えー、市場に冷や水を浴びせて世界的な株価の急落や円安ドル高に繋がったというところですよね。うん、はい、えー、そんな感じになってます。ただ今回は高金利まあの今の金利水準を しばらく維持するっていうような、昨日の連銀総裁たちの発言を踏襲するようなものになるんじゃないかなと思う、それであれば、あえてマーケットはそこからさらに、うーん、リスクオフの方に反応するのかどうか、まあ、あやっぱりなってて、そっちに反応しちゃうかもしれませんし、まあ、それはちょっと出たとこ勝負だなということで、になるかなというところですよね。ブルーンバーグの方は あこれはジャクソンホールこんな感じなんですね。うん。はい。えっ、ー、とまあ金利やピークに近づくっていう昨日コリンズさん、ハーカーさん、えー、言ってますね。あとなんかライブを巡ってなんかちょっとヘッジファンドがあの銀行債なんかを買い占めてるっていう問題。うん。あとそうですね。あのー プリゴジン氏亡くなられましたねうんあとニッケルで詐欺が、まあ、なんか商品って結構詐欺とかって、うん、多いっていうか何かいろいろそういうニュース出てきますよねあと BRICS のメンバーが新たに6カ国かな参加して11カ国になるということでまあまあこちらの動きもちょっとそのブリックスってあのー、ゴールドマンにいたあ ああのー、オニールさんがこう名付け親っていうことで、えっとまあ、2000年代21世紀に向けての成長・進行5か国っていう、まあ、そういう意味合いだったんですがどうですかねそこにサウジイランエジプトアルゼンチンエチオピアアラブ、うん、首長国連邦が入るというとこで、まあ、はっきり言って。 うーんそうまあ新興国であるんですけど、まあ、確かにこのブリックスも21世紀成長はしたんですけどなんかあの頃のすごく期待感があったほどは成長してないしやっぱり当然ですけど新興国いろいろな問題を抱えてるし今となってはちょっと先進国に対するあの、まあ、特にアメリカに対する 反アンチ・アメリカアンチ・ドルア,アンチ・アメリカの金融支配脱却みたいなそういう風な意味合いも出てきちゃってますよね。うんまあ、ここら辺はちょっと長いテーマであって、まあ、ドルの価値が急落するとかあの、まあ、ドルから人民権へみたいなことを煽ってる人たちもいるんですけど、まあ、そう簡単にいかないでしょうね。あのポンドから あのドルに基軸通貨が変わる時も結局はその基軸通貨のこの変化って第二次第一次第二次世界大戦を経て50年ぐらいかけてやっぱり英国からアメリカに覇権が移ったんですよね。そういう意味では今そんなに覇権が移るほどのものがあるのかどうか、うん。 ということとまあ確かにアメリカのやり方ってすごく何て言ったらいいのかな横暴だしあのむかつくことも多いわけなんですけどじゃあそれに代わる安定をもたらすような通貨であるとかシステムっていうのを提供できる国っていうのがあるんですかっていうことで、えっと、まあとてもじゃないけど先進国はこの BRICS とかこれらの国々の。 方に寄ってくまあいろいろな問題が双方にあるとは思うんですけどね、うん、そう簡単にドル,のドルとその先進国の,その価値観の体制が揺らぐとも思,思えないしまあそれを押し付けるっていうこともに対する反発っていうのも確かに新興国にあるっていうのはもちろんそうなんですけどあのまあその。 長い戦いいいい戦ににななななるんじゃないかなみた風は思っています、まあ、そこら辺はまた週末にでもねお話ししたいかなと思うんででドル円はこんな感じでやっぱり144円の週間ピポットのサポートの位置は維持して、えー、ピポットを超えて、えー、上昇していったまあここら辺にはオプションの大きなものがあったんでそれの影響もあったのかなという感じはしますねでまあ今日のところは週間ピポットもデイリーピポットも145円の4050のこう間 なんで、まあ、ここら辺が維持して上が6円の43ぐらいがレジスタンスのお週間ピポットのレジスタンスの位置と本日のレジスタンスの位置でもあるんで、まあ、ちょっとなかなかこの5円506円50ぐらいのレンジ中心にしながら、えー、パウエルさん待ちということになるのかなという感じはしますよね。うんでえーまあ、ユーロドルなんかも 下落とというところで結構今もなんか落ちてますね。朝方落ちてきてるということで、一方日経平均、やっぱり、うん、昨日お話したかなと思うんですけど、この、えー、と3万2000、この300円から400円のゾーンがやっぱり抜けられずに落ちてきてしまったというところなんで、ちょっとやっぱり上値は重,重かったかなというイメージはしますよね。はいい、えー、そういうことで えっと、今日12時からガイタメ .com さんで昼ライブやるんで、もしお時間あれば見ていただければなというふうに思います。あと、昨日ちょっとね、あのー、パウエルさん、昨日じゃないかって、昨日とその日にちを勘違いしてしまいまして、ね、ライブやるって言うんですけど、ライブ今日です。今日パウエルさんなんで、えっ、ー、とー、23時5分パウエルさんの発言なんで、まあ10時半ぐらいから やろうかなというふうに思ってますので、もしお時間あればお付き合いいただければな、みたいなふうに思います。はい、ということで、この動画良ければ、いいねボタンよろしくお願いします。また、チャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。というところで、はい、今日はここら辺にしたいと思います。